来た来たこれ。いただきます。くぼっちのこれ、 くぼっちの2個あるけど、くぼっちの、そうなの、いらないっすねって言うさ。教えてあげなよ。俺車置いたとこまで戻れなそうなんだけど、車まで戻れない、多分戻れるか分かんねえ、どうしよう、迷子や、どうやって戻るんや、わけ分かんねえ、もうどうやって戻んの、あれどこ止めたっけな、3階だっけ、どっかの立体の高島屋、タクシーで、うん、迎えに来ました、トッキーさんよし、コンコースまっすぐ行って左、 JP タワー、コンコース3階 A、 戻れる、駐車券ある、最後にベンツのアプリで分かるじゃん、そんなのあるんです、ベンツのアプリでそんなの分かるん、自分の車止めたところ、そんなのあんの、ベンツなんかオンラインのやつ入ってないっすね、それあるんだ、iPhone ナビは Bluetooth 接続したらナビにアプリで、マジで iPhone のナビ Bluetooth、 そうなん、マジっす、アプリ登録しておけば位置情報わかる、じゃあ車盗まれてもわかるってこと、そうなんや、すごいね、ベンツ盗まれても大丈夫、ベンツ関係なくてできるんだ、トヨタもそうなんだ、メルセデスが、あるっすね、それで嫁に浮気バレたっすね、そういうのもあるんだ、やばいじゃん、それやばいじゃん、どこにいんのこいつみたいな、うわラブホテルにいるやんみたいな、一人でラブホテル行かねえべみたいな、歩くと距離ある、タクシーで行った方がいい、タクシー使うか、しんどいわ歩くの、雨だし、タクシー使うかも、めっちゃ歩いたもんな、あ、花森ちゃん、あのあと久保田さんに頑張ってねって言ったら、さっき買ったタバコ返されそうになったけど、レシートもらいました、あー何でもあげちゃうんだな、もう本当に何でもあげるわ、
なんなん、あげたがり、なんなん、なんなん、なんか昔のおばあちゃんとかなんか帰り際になんか持たせたがるやん、それと似てんのかな。俺らの子供の頃の おばあちゃん、ああ帰るんか、あこれ持ってけ、これ持ってけやみたいな、もう優しさが溢れすぎて何でも持たしたがる、おばあちゃんと一緒やね。ねえ、おばあちゃんと一緒。うん、もうこれも持ってき、ほらこれももう持って帰って食べみたいな。うん、おばあちゃんいるね、そういう優しいおばあちゃん。うん、一緒やわ完全に。もうくぼちとお別れしてからもう10分ぐらい経つかな、もう見つかんないよね、もう見つかんないわ、くぼち。もう人混みの中に消えたね。うん、じゃあもう終わりでいいですかね。もうちょっとタクシー乗って帰ろうかな、もう見つかんないし、くぼち。もう無理よ、こんな広いし人いっぱいいるし見つからんよ。うん、もういい、帰って。嘘でしょ、おお、何してんの、ここで寝んの、ここがいいの、マジで。足疲れた、はい、足疲れた、はい、濡れてんじゃねえの布団大丈夫っす、大丈夫っす、ちょっとしゃがん、なんて、大丈夫っす、はい、お腹痛い、うん、お腹すいた、なんか買ってくるか、大丈夫、大丈夫っす、じゃあ俺帰るで、はい、ほなね、はい、またね、おったから。なんかさっきお別れしたのにまた会って照れくさいっすね、こっちも照れくさいっす、なんか来たっすね。疲れたんじゃない、ペラペラチョコあげる、いや、いらないっていいよ、ペラペラチョコ絶対いらないっていいよ、うん、いる、お腹空いてる、甘いの食べる、うん、じゃあ置いてくわ、もう無理やり無理やりな、これ置いてくわ、あ、人通り少ないところ教えてあげる、一番奥、いやー縄張りがあるんじゃねえの、わかんねえけど、すごちゃんあっちの方がいいよって、くぼっち、これこれこれもらって、これいらない、はい、チョコレート好きやん、食べれない、はい、いらないの、はい、はい、じゃまたね、はい、くぼちゃんあっちの奥の方が、奥の方がいい、え、いつも何、オスですよ、オスです、はい、そう、今日名古屋来た、名古屋来た、夢の人、夢 TikTok、 TikTok 夢、そう、挨拶してくれる、挨拶、こんにちは、こんにちは、知ってる、知ってる、ベリーフェイマス、そうそう、うん、 TikTok、 TikTok いつも見える、うん、いつも見る、はい、ベリーベリーフェイマス、うん、人気タレント、
くぼっち、くぼっち、ふわっち、ピクチャー OK、 ピクチャー OK。 See you。 人気だね、くぼっち。じゃあ帰るね。くぼっち、あっち奥の方のがいいと思うけどな。一番奥ダメな、一番奥いいの、ここでいいの。ほなね、生きてる、生きている、生きてる、生きてる。疲れたね、これ。疲れてる。サンサラ、もういいですか？うん、疲れてるわ。受け取らないです、何にも。お金以外はもういいですか？あ、足が痛いんじゃない？俺も足痛いもん。足痛い、ちょっとクボリング使いすぎじゃない俺。あと何回クボリングあるの俺？これ何回使う？3回？4回目？クボリング使いすぎじゃない俺。クボリング、あと何個残ってる？クボリング何個？メガホンもらえんのこれ？メガホン使いすぎやろこれ。うん、何回なの？あと無限なの？なんかもうええやろ、もう。うん、もう使いすぎやから。もうくぼっちの人気すさまじいな、マジで。こらカンタ君離さんわ。こんな人気だ、こんな可愛いホームレスおらんもん。やばいじゃん、やつら。駐車場行くな、右。タクシーめっちゃ並んでんだけど。やばいね、タクシー。日本一かわいいホームレス、久保山直樹さんの場合ですね。今回お届けしたのは、足が痛い、足痛い、膝が笑ってるわ俺、歩きすぎて。あかんわ。じゃあ名古屋来て名古屋らしいことしてないやん俺。店もできんだし、休憩したやん。左？ OK。 狭いな、この道。反対らしいよ。左。味噌が刺されたよ。え、どこ行ってる？駐車場戻ってる、俺の。マクド食うか。駐車場行くなら戻って。嘘でしょ、逆なの？逆なの？来た道戻ったらダメだよ。逆なの？これまた久保地に会うじゃん。さっきバイバイしたのにまた会うやん。気まずいって。何回会うんだよ。気まずいよ、もう。何回バイバイするんだよこれ。逆なの？マジで言ってる？もうちょいで右？もうちょい先で右？くぼち手前で右。あ、じゃあ合わなくて済む。なんだよ、息つける感じ。てかここ狭すぎて人が通るの待たねえといけないんだけど、ここ狭すぎて交互通行できねえんだよ。何これ、めっちゃ狭い。
この道。ほらほら、ベビーカー来たらアウトや。なんやこれ、これ一通なん。これ狭すぎやん。やタクシー並びすぎ。タクシー全員並んでるタクシー、すごい。右入ったらずっとまっすぐ行ったら駐車場の方に抜けれる。マジで。あ、これ、どこ歩いてんの？なんかこれ突っ切ったら俺が止めてる車んとこ出れる。ジャックポットタワー、JP タワー。あーす。もう終わってもいいかな。終わってもいい。疲れたもん。東京行ってもいい？東京行っていいっす。まだ名古屋やるの？俺名古屋編長くね。東京行ってこ。いや白はやんねえっす。白は名古屋まだあんのこれ。ネタ5、6時間、うん、ノンストップで行っちゃうっすね。名古屋ちょっと擦りすぎじゃないこれ。擦りすぎ。ここっち擦りすぎ。何もない東京。もう終わりにしようよ。クボッチ、次はネタ行こうよ。もうないよ。もう毎日3000円お小遣いあげて酒とタバコ買うだけやで。もうないよ。もう何が面白いの教えてくれよ。マジで何がおもろいんや。ボランティアが普通の。あ、着いた。どこだ JP タワー。こっちが出た。どこだろう俺が止めた車止めたとこ。 JP タワーどこだろう。左です。よく知ってるの。よく知ってる。左の方。あのね、でもね、なんで僕がこんなにね、クボチを特集してるかっていうと、ふわっちで、みほにゃん一色になるのが、ちょっと嫌気がさしてきて、あとゆいが一色が嫌気がさしてきて、僕はちょっと、クボッチを使って一応数字を取りに行ってます。
ナス一色になるのが嫌でね、それもあるっすね。対抗馬として今頑張ってます。久保地さんのおかげです。ありがとうございます。つまらんやん、ナス一色って。おもんないやん、あのおばはん。で、ナスをこうオワコン化させるために、話題にならないように頑張ってます。僕が総力を挙げて全力で名古屋に来てます。僕家康しててもやっぱ飽きられちゃうんで。それが一番のアンチ活動なんじゃないかなと僕は思ってて、頑張ってます。でね、もうナスのうんこ食いたくないんですよ、山田みたいに。思んなくないですか。あんなのほっといたらあのオワコンになると思うんですよ。あの構うからああやって調子に乗るんですよ。そうでしょ。だから僕は大阪を出て名古屋まで来てます。小町代表として、トップライバーとして僕がやらなきゃいけない配信、自分ができる配信、人生かけて頑張ってます。皆さん応援お願いします。背負ってるものが違います。僕は他の配信者と気合が違います。よろしくお願いします。で、僕の10年後、20年後がくぼっちです、そのものです。もし街で見かけたらおひねり1000円、タバコ、食べ物ください。お願いします。明日は我が身です。お願いします。助けてください、その時は。多分東京か大阪にいると思います。名古屋じゃないと思います。よろしくお願いします。左のビルの中入って、あ、これか、 JR、 これ JR ゲートタワー、これこれかな、合ってる、あ、これ、あ、待って、傘壊れちゃった。傘職人とか行ってもいい？傘壊れちゃった。傘職人とか行ってもいい？また擦る？擦るに行っても、もういいよね。もういいよこれ。何回でも擦れるよ。こすろうと思ったらこんなのいいです。もう100円払ってこするか。小さなことを大きくするのが配信者ですね。どうしたらいいのこれ。どこ行ったらいいのこれ。どうしたらいいのこれ。駐車場どこ。何階、3階通だよね。え、ここなのマジで。 JP タワーどうやって行くの。 JP タワー、 JP タワーどこにあるの。中入る。どこに。 JR ゲートタワー、中入って、どこに行ったらいい。JP タワーなんか書いてないんだけど、ビルが違うんじゃない。隣のビル、これ違うの。上上がるの。どうやって。このエレベーターで。郵便局のタワー、エスカレーター見えたやつ、エスカレーター見えたやつ。
いや、分からん。あ、これか。これ1階か2階、どっか上がる。1階か2階にどっちか上がる。上がって、残って右、 P の書いてないかな。 P のマーク、右行く。あ、JP タワー名古屋あった、あった。まっすぐ JP タワーあったっす。 JP これっすね。これまっすぐ OK、 まっすぐ。JP タワーの3階、3階の A、 OK、 なんとか帰れそうです。とりあえず車にちょっと戻って座りたいですね。ずっと歩きっぱなしでしんど。くぼっちはね、あの駅前で寝てますね。新幹線の入り口、ホームの外で寝てるっす。今日はね、ちょっと難航したんすってね。最初目撃情報があって、女の子から、ララちゃんから行ったんですけど、見失っちゃって、で吉内にいるぞって情報があって、吉内にいました。カレーを2杯食ってました。黒カレー2杯、で昨日あげた4000円がもうなくなってました。もうほぼ0円、21円残金で、今日3000円あげて、で TikTok のリスナーさんだと思うんですけど、1000円プラスだから4000円ですね。4000円もらってました。3階にはどうしたの。すいません、3階にはどうやって行ったらいいですかね。駐車場です。そう、エレベーターそちらに。あ、エレベーター、ありがとうございます。これ3階にこれもあるんですかね。生産ないの。じゃあここでやった方がいいの。了解です。15分以内だって出庫しないとダメ、はい、じゃあ車でちょっと休憩しちゃうとダメ。あとは車に乗って出口の生産。あ、そっちのいいかな。じゃあちょっと休憩したいから、すいません。トイレはどこにあるんだろう。トイレってどこにあるんだろう。奥、まっすぐで、エレベーターこれね、はい、了解です。あ、ちょっとトイレ行ってくんで、ラジオ行きます。また上がってる無名のやつ。ハンター
ちょっと待って、リオちゃんありがとう。あと俺の車探さないとね。どこだ。3階の A。 ここ高いんかな、安いんかな。ベンツ多いな。A のさん、あった。あったっす。いや、着いた。着いたよ。あ、買い物したらね。そうなんです。してないもんね。そっかそっか。あ、ダウンがびちょびちょだ。びちょびちょ。うえ、疲れた。しゃ、ヘイメルセデス、エンジンをかけて。安い。パリピやめて。あれだ。うえ。さあどうしましょう。次は、次の目的地は。次の目的地。もう名古屋から離れてもいい。東京行ってもいい。東京。いや、ご飯なんかパーキングで食えればいいじゃん。あの店で食える、食えないんだから、俺なんか。祝電しちゃって。手羽先あんま好きじゃないし。ねえ。食事なんかできない、ゆっくり。ほんで何、あの変なななきゃ英語のやつはさ、マンスリー抜く気こいつ。俺どんぐらい、うわ3000個食べねえじゃん。なんだこれこいつ。おマンスリー抜かれる俺。大丈夫、おい、マンスリー8位来てるぞ。なんだこいつ、マンスリー8位の BHTMT。 なんだこれ、
日本語で喋ってた？何これ、養分抜かれるぞこれ、何者だ俺、抜く気これ、俺抜く気、片言なんだよこれ、ウリタ妻がセイジとコラボ、ウリタさんの奥さんが俺とコラボ、何でふわっち TikTok、 もともと TikTok の投げ師で、投げ師の方でその周りの金持ちを投げてる、なんだそれ、もともと TikTok の投げ師、あーコラボ今したい、ウリタさん配信終わった、本当だ終わってないべ、終わってるわ、終わってるわ、今終わった、今終わった、疲れたマジで、お大手とコラボしたい、ウリタさんの奥さんが、なんでまた僕なんかに、マネロンか、カスは嫌だ、俺の名前出たの、バトル、もうね、なるほど。